タケノコ。タケノコね。今日マジすごいタケノコ仕入れたんで。すごいっていうのが全然あれ分かんない。分かんないと思うんだけど、僕たち料理人ですら、いろんな意味で手出せない。価格も含めて、物も含めて、もうめちゃくちゃすごい。もうこれ買えるだけで、もう。すげえ。これだよ。やばいな。マジでやばい。ちょっと引くぐらいすごいよ。これ本当京都の塚原っていう、いろいろ、なんだ、山城とかいろいろ、京長岡とか、塚原とかって名産地があるんだけど、本当この塚地農園さんのタケノコは本当買いたくても買えなくて、京都の本当に一番2万ぐらいの料理屋さんが持っていくんだけど、ああそうなんだ、一般の人はまあ買えないわけよ。へえ。そう。でも本当にこの撮影のために電話して、売ってくれないですかって言って。うわ。完成です。美しい、ほんと綺麗、めちゃくちゃ綺麗。ちょっと白子タケノコって言うんだけど、白子タケノコ、白子タケノコって、ね、その中でも、もっと上のこうマコって書いてあるんだけど、白子の上なんだけど、超すごいやばすぎる、やばい。こうタケノコの路上歩いたらすごい柔らかい、ふわふわしてだからもう何のストレスもなく出てくるわけ。ボンボンだ。だからなんつう、野生のタケノコだとどうしても地面が手入れされないから硬いから、どうしてもタケノコ自身が硬い状態で、じゃないと出てこれないわけ、ストレスがあってアクを持つとかぶつきね、かぶつき、かぶつきで食うことによってその鮮度が維持されるのと、ね、要はここ断面さ、みんな見たことない、こう切られてんだよね、そうやってもう、タケノコ見つけたって言ってこう、両サイド掘って、あとここでクワ入れてバーってスルッとしちゃうから、まあ簡単なんで、でもここまでやるとめちゃくちゃ時間がかかる状態を残したまま、それだけでもうかなりの一手間、まあ本当はアクがないから生で食べてる、これ。じゃあ食べようよ、食べよう。あとはタケノコの特徴として、まあ好みなんだけど、根元が美味しい、ここが美味しい一応、ここの方がえぐみがある。あ、そうなんですか。柔らかいのはもちろん小先なんで、ああ、そうだね。ここはもう本当に生で食うと梨みたいなシャキシャキして、めちゃくちゃみずみずしい。みんなもっと牛刀だとさ、だって片刃なんだよ、こう、なんかさ、こうまっすぐ入れたとしたら絶対こうなっちゃうわけ。ああ、はいはいはい。それがこの薄いのだとまっすぐ切る、誰でもまっすぐ切る。竹のことが、あと芋とかさ、硬いのだと絶対こうなっちゃう、かぼちゃとか切ると多分まっすぐこう切るんやね、まあ芋切り包丁、人生で使うことはないと思うけど、匂ってない、今日初めて見て、もう匂ってない、そうだ、これも持ってくることないと思うな。いけそうだね、よし、ここね、ここ食べて、このスイカみたいにして、あ、こっちは食べない、食べない、そこかじって、アクがないじゃん、うん、全然えぐみない、本当に刺身でも食べる、やばい、うん、で、タケノコの香りが来る、うん、甘っ、甘いでしょ、うん、甘い、今湯がいて、で20分くらい、20分、うん、うわ、すごい、めちゃくちゃ沸いてる、まあ、蒸してもいいんだけど、ボイルでも、はい、20分くらい、20分、うん、できた、できた、いや、もうちょっと我慢したい。20分ぐらいです、うん、20分蒸して、よいしょ、はいね、でかい、ここ、うわうわ、めちゃくちゃ柔らかい、うわぁ、すげえ、うん、あれ食ったの偽物だったんだな、ご飯とこの次に鍋で使うから、はいはいはい、ご飯となってね、うん、これご飯、ご飯用で、真っ白だ、これが姫皮、うん、この中でも一番お酒の柔らかいと
へぇ、そこだけ食べれる。でご飯に一緒に入れて炊き込む。姫皮ね、姫皮、姫皮やって、ガザマイ、姫皮やって。茹でたてね、茹でのこ、塩つけて、ちょちょちょっと甘みを感じられる。うまっ、茹でうめ、茹でうまい。大きさがこれ、でかいのがうまいんだ。これ永遠食えるわ。ダメ、もったいない。清瀬の特許、その花山椒鍋、竹のことをやらない松坂 A の5番、一番刺しが入ってて、すごい、めちゃくちゃ柔らかい。いやー、美しいね。一人一枚食べるよね。最高だね。外でこれ食える、花山椒ね。はい、ほんと春先4月ぐらいから本当にちょっとしか取れない。ちょっとしか取れない、ちょっとしか取れない。本当もう山の中キャビアみたいなもんで。キャビアです、キャビア。あの粒の山椒に比べて本当になんだろう、辛みが本当に柔らかい。料理に、そう、料理に合わせて本当に美味しい。待つそんなことできないよこれ。贅沢だね。はい、鍋地作っていきます。だし、まあ、ちょっと作ってきたんだけど、うん、カツオベースのだしと、うん、あと薄口濃い口のみりんくらいが美味しいから。はい、熊、はい、だしなんでしょう。これね、熊のだしもちょっと入ってる。へぇ、よしよし、いいよ、オッケー。はい、来ましたね。はい、タケノコから、タケノコから。ああ、全然気になるね。タケノコ時間かかるからね、タケノコは。うん、一回火といてくれます。うん、ちょっとあの、あ、温めるだけなんだけど、はいはいはい、温めるのにちょっと時間かかるから、ちょっとこれで温かくなるまでちょっと待ちましょう。はい、よし、タケノコこれ温まったからね。いやー、うまそうだね、もう。ほんとあっさりしただしでね、だしにこうね、この花山椒の香り移してあげます。うわー、超贅沢これ。やばすぎ、やばいわこれは。何やってんのって話だよ。わけわかんないことやってるから、マジで。何やっちゃってんのこれ。もうちょっとちょっと、もうちょっと、もうちょっとお金入れよ、この中に。花山椒。よし。もうちょっと、もう最後だから、ちょっとご飯用でちょっと残して。これで入れよ。器をね、まず、温めるとか、ね。はい。高いもの温かいうちにね。よし。次、松坂。どうです、1枚入れてきます、これ。あらー、やばいっすね、それ。やばすぎー。うわぁ、やば。しゃぶしゃぶしゃぶ。マジで腹減んな、これ。これたっぷりのも花山椒と一緒に食べて、ね、おー、死ぬんじゃない、明日。よし、行こう。できました、すぐ食べて。食べまくん。いいの、こんな食って。いただきます。うん。言葉が出ないな。入ります。はい、うまいね、これね。そう、本当にもう炭火焼き直で。おかしい、あれ焦げ上に炭乗っけて、うん、もうあとこれをまた放置。プロだね。できた。いや、もうちょっと本当に。はぁ、マジで。まだかな。まだかな、まだかな、待ち遠しいな。マジでもうちょっと、むしろもういいぐらいだ。
と、うん、よし、これ真っ黒じゃん。そう、うわ、え、すごい、いきます、乳糖。はい、すごい柔らかい。オープン、わー、なにこれ、わー、プリプリだね。プリプリだよ。うわ、何回も感で例えばね。めちゃめちゃ柔らかいよ。うわ、ただ焼いただけだよこれ。焼いただけでうまいか。最高だね。美味しいから、タケノコの。柔らか。柔らかいから。ああ。本当、高い時に今もう食ってほしい。はい。やったぜ。ああ。これにもやっとできた。食いって。でも本当お好みでこう鰹節と、もう入れたくない。あーなんでしょう、おー、一品だね。塩、塩、はい、完成です。塩ちょこっと、そう、もうお好みは本当に塩ちょっとつけて、鰹節やと、あと花山椒、それで食ってます。うまっ、うまい、いいね、全部食ってる。鰹節つけて、塩ちょっとつけて、いくら、うん、ちょっとだけ、あ、なんかこれ粉糖も入ってるからちょっと砂糖入ってるから、へぇ、砂糖と失敗、うん、うん、食べたことないでしょ、このタケノコ、うん、全部食いった。醤油焼きで、はい、素敵な絵面だね。ね。うん。醤油焼きもうまいから。これもだし醤油で。はい。これはちょっと。あのちょっと焦がしたぐらい。焦がしたぐらいでね。いい感じ。うん。美味しくなるべくしてね。出てきたからこのタケノコ。優等生でしょ。優等生。もう橋本環奈ちゃんみたいな感じ。ああ、なるほどね。天然にいい人だからこれ。うん、よし、すごい、最高だね。花山椒、よし、はい、よし、いただいてください。はい、一度しかったタケノコご飯作ります。はい、はい、ご飯ね、取ってきます。はい、これ今日2合炊きで、はい、これだし、だしです、はい、かつおだしね、はい、酒はちょっと段取りの悪さね、こう塩でね、あとはもうちょっと下品にこう毎年ね、これのね、これもうちょっとですね。俺の唾液が8リッターぐらい入ってるかもしれない。はい、360cc ですね。よし、もう豪華。よし、これ全部入れましょう。ははははー、タケノコ1対1ぐらいになっちゃったんじゃない、タケノコとご飯ね、1対1だね、タケノコご飯、はい、よし、見て、タケノコの香りして、うん、するするする、こうなったら蓋開けちゃダメだね、ダメなのかい。こうなったら皆さん、こうなったら蓋開けてしまったらダメです、ダメですね、はい、それまでだったら大丈夫、大丈夫、こっからも蒸気上がってきて逃げちゃうから、うん、ここまでは開けていい、ここまでは開けていいです、はい、今はもうダメ、今はもうダメです、こうなったら。最初のこのブグブグまでは強火でいいの、うんうん、そっから弱火、弱火できた、
ったよ。はいはいはい。はい。お願いします。いきます。はい、オープン。おお。そういうことじゃないんだよ。どう？うん。もし塩。塩。はい。これ塩で味を調節すると。オンラインならしない。あ、しないんだ。プロはこうしろ。プロはこうする。どうぞ。うまっ。これはうまいね。おかわり。あ、待ち遠しかったたけのこご飯作ります。はいはい、頼みます。はい、これ取って。はい。ちょっと難しいなこれ。ちょっと。あ、ここですね。